羽生結弦さんと共に過ごす1年。羽生結弦さんの2025年ダイアリーがついに発売。羽生結弦さんの言葉が詰まったダイアリー。羽生結弦さんといえば、常にファンの心を掴んで離さない存在であり、その一挙手一投足が世界中の人々に影響を与えてきました。そして2024年10月30日に発売される予定の、Always with y o u 2 0 2 5 w e e k l y d i a y も。 そののの一環として多くのファンが待ち望んででいるものですこのダイアリーは田中信明さんが手掛け、羽生結弦さんの魅力が詰まった一冊としてすでに話題を呼んでいます。表紙の美しさはもちろん、その200ページに及ぶ内容には、ファンの日常に寄り添う工夫が随所に見られることでしょう。価格は3300円と手ごろで、ファンにとっては必ず手に入れたいアイテムの一つとなっています。 このようなアイテムの発売情報が公開されると、SNS では瞬く間に話題が広がり、多くのファンが、購入リストがどんどん増えていくと興奮と喜びを交えた声を上げています。特に Amazon などのオンラインストアでの取り扱いが待たれる中、まだ Amazon に掲載されていないとの声もあり、発売を心待ちにしているファンたちは1日でも早く手に入れることを願っています。彼らの中には、友人同士で情報を共有し、 互いに助け合いながら購入を計画している人々も多く、その団結力はまさに羽生選手を愛するファンコミュニティの強さを物語っています。ここで注目したいのは、羽生選手に関連するアイテムが単なるグッズ以上の意味を持つということです。それは、彼のスケートを愛するファンにとって、彼との絆を日々感じるためのツールであり、生活の一部となっているという点です。羽生選手の演技は、 表情での技術や美しさにとどまらず、彼自身の人間性や努力、そして常に高みを目指す姿勢が人々に感動を与え続けています。彼を応援することは、単なるスポーツ観戦以上の意味を持ち、その背後には一人一人の人生に深い影響を与える力があるのです。このダイアリーの存在も、その一つとして大きな役割を果たしていると言えるでしょう。羽生選手のファンは、 日々の生活の中で彼の存在を感じ彼が目指す未来や目標に共感しながら自らの夢や目標を追い求めています。そのためこのようなダイアリーや関連グッズは彼らの心に寄り添い日常にエネルギーを与える存在となっているのです。例えば羽生選手が過去に語った夢を追い続けることの大切さや困難に立ち向かう勇気といった言葉は多くのファンにとって心の支えとなっています。 このダイアリーを開くたびに、彼の言葉や姿勢を思い出し、日常の困難に立ち向かう力を得ることができるのです。さらに、このダイアリーは羽生選手のスケジュールやイベント情報だけでなく、彼の過去の偉業や思い出深い瞬間を振り返ることもできる内容が含まれていると考えられます。ファンにとっては、彼のこれまでの軌跡を再確認し、未来への期待を膨らませる機会でもあるのです。彼の成し遂げた数々の偉業は、 単なるスケートの歴史にとどまらず、多くの人々に生きる力を与えてきました。オリンピックでの連覇、挑戦を続ける姿、そして常にファンへの感謝を忘れない姿勢は、彼をただのアスリートではなく、一つの生き方の象徴として位置づけています。羽生選手は、競技生活を続ける中で数々の怪我や逆境にも直面してきましたが、その度に彼は再び立ち上がり、さらに強くなって表情に戻ってきました。 この姿勢は、彼のファンだけでなく、広く社会全体に勇気を与えるものです。ファンが彼に送る応援のメッセージや手紙、そして彼の関連アイテムを手に入れる行為は、単なるファン活動にとどまらず、彼との心のつながりを再確認する手段となっています。Always with You's 2025 Weekly Diary も、まさにその一環として、ファンにとって大切な存在になるでしょう。このダイアリーは、 ファンが日々のスケジュールを管理するための道具であると同時に、羽生選手の精神を感じ、彼とのつながりを感じるためのアイテムでもあります。日常の忙しさの中で、懐のダイアリーを開くことで、彼の姿勢や言葉を思い出し、自分自身の人生に対して新たな気づきやエネルギーを得ることができるでしょう。また、羽生選手のファン層は非常に幅広く、年齢や国籍を超えて多くの人々が彼を応援しています。 日本国内はもちろん、海外にも多くのファンが存在し、SNS を通じて情報を共有し合い、互いに応援の声を届けています。こうした国境を越えたファンコミュニティの存在も、羽生選手の魅力をより一層引き立てています。彼の演技は言葉を越えて感動を伝え、世界中の人々の心を動かしているのです。特に、女性ファンにとっては、羽生選手の繊細で優雅な演技や、 その中に秘められた力強さが特別な意味を持っています。彼の演技を見て涙を流す人や、彼の言葉に勇気づけられて自分の人生を変えたという声は少なくありません。このダイアリーも、そんな彼のファンたちにとって、日常生活の中で彼を身近に感じるための大切な存在となるでしょう。これからも羽生選手は、多くのファンに支えられながら、新たな挑戦を続けていくことでしょう。そして、 その挑戦の一つ一つが、ファンにとっての喜びや感動を生み出し、共に歩んでいく力となるのです。羽生選手は常に自身の限界を超えようとし、その挑戦はファンにとって大きな励みとなっています。彼の努力と情熱は、スケートの技術だけでなく、その背後にある精神力や信念によって支えられていることを私たちは知っています。だからこそ、 彼の歩んできた道のりは多くの人々にとって模範的であり、感動を与え続けているのです。2025年に向けてのダイアリーは、ただのスケジュール帳ではなく、羽生選手との新しい一年を共に歩むためのものです。それはファン一人一人が彼と一緒に時間を過ごし、彼の成長や新たな挑戦に寄り添うための道具であり、また、自分自身の目標や夢を記録するための重要なパートナーでもあります。 特に羽生選手がこれから何に挑戦し、どのように自らを進化させていくのかという期待が高まる中で、このダイアリーはファンにとって未来の希望を形作る一冊となることでしょう。羽生選手がこれまで培ってきた経験は、彼にとってもファンにとっても非常に価値のあるものです。彼は何度も怪我や挫折に直面してきましたが、その度に強くなり、より大きな成功を手にしてきました。この姿勢は、ファンに、 諦めないことの大切さを教えてくれます私たちは彼の姿を見て、自分自身の人生においても困難を乗り越え、新たな挑戦に立ち向かう勇気を得ています。羽生選手の存在そのものが、日々の生活の中での支えとなっているのです。このダイアリーを使うことで、ファンは自分自身の夢や目標を記録し、羽生選手と共に成長することができるでしょう。毎日をどう過ごすか どのように目標を達成するかといったことを考える際に、羽生選手の姿勢や言葉がその指針となり、道しるべとして私たちを導いてくれます。彼の一挙手一投足は、多くのファンにとってインスピレーションの源であり、その影響力は日常生活のあらゆる場面に広がっているのです。さらに、羽生選手のファンが感じる、彼とのつながりは非常に特別なものです。それは単なるアスリートとファンの関係を超え、 深い絆として築かれています。彼が常にファンに感謝し、応援の声に耳を傾けている姿勢は、ファンにとって大きな喜びであり、また、彼の成功を自分のことのように喜ぶ理由でもあります。羽生選手と共に歩むこのダイアリーは、その絆をさらに強くするアイテムとして、多くのファンに愛されることでしょう。Always is y o u t 2025WeeklyDiary は、羽生選手とファンとのつながりを象徴するものであり、 未来に向けての希望と夢を詰め込んだ一冊です日常の忙しさの中で、このダイアリーを開く瞬間は、ファンにとって特別な時間となるでしょう。それは、羽生選手の歩んできた道のりに思いを馳せ、自分自身の未来を見つめ直す機会でもあります。羽生選手が持つ魅力は、表情での技術や演技だけでなく、その人間性や努力、そしてファンへの感謝の気持ちに裏打ちされています。だからこそ、 彼の存在は多くの人々にとって希望の光であり、このダイアリーもまた、その光を日常に取り入れるためのアイテムとなるのです。最後に、このダイアリーはただのスケジュール帳ではなく、羽生選手との新たな一年を共に過ごすためのツールです。彼の挑戦と成長を日々見守りながら、自分自身もその影響を受けて成長することができる。そして、それは彼のファンであることの最大の喜びであり、 彼の存在が私たちに与えてくれる最も大きな贈り物です。2025年の羽生選手のさらなる活躍を期待しつつ、このダイアリーがファン一人一人にとって特別な意味を持つことを願っています。